りたかったのこれ。嘘かと思ったの。あーちょっと絶対ある。はい、始まりました。腰締め食堂第9回でございます。はい、もうね、ずっとなんか腰締め2期っていうね、裏の鍋るとストリートで巻いて回る活動している人を、はい、なんか追っかけていくみたいな番組になってますけど、そう、もうずっと2期の成長を追いながら、ね、本当はこのベルトの生のリアクションを皆様にお届けしようという番組だったんだけど、うん、その間にか2期を応援、成長を見守る、うん、なんか確かにちょっとコンセプト変わってきてるかもしれないですね。なんかまあでも面白いからいいかなって、まあ、両方やっていきましょう。そう、はい、でまあ、2期じゃない人も出ることもあるらしいん で、うん、で今日は誰がどこに行くんですか。今日も2期と、今日も腰締め2期と、はい、東新世界、大阪の新世界。大阪の新世界、へぇ。これ多分僕も一緒に多分撮影行ったかもしれない。あ、そうなの。じゃあ出るかもしれないね。全部じゃないんですけど、うん、大阪をある程度一緒に行動してたので、うん、ちょっと一瞬映ったり声が入るかもしれないですね。はいはい。じゃあ、その時の様子も教えてもらいながら見ていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。ちなみに腰締めに人はモニター2枚を背負って街を歩き回り、道行く人にガードナーベルトを巻いて回るというちょっと変わったイケメン。ただまだベルトの説明は慣れずにちょっとおっちょこちょいなところもあるガードナーのメンバー。さあ今日はどんな人と出会うのでしょうか。どうぞ。これ見てやりたい。やりましょう。お二人全然おっちょいでもお二人でも。策略にハマりました。ゼロなの、はい、モニター見て声かけてとても泣きちゃうので、いいですか。そしたら、じゃあ銅像画みたいにファーストリアクションを取らせてもらってるんですけど、大丈夫ですか。頼みます。これ難しいですね、この声かけシートが。確かに多分おそらくネキが歩いてるところも撮ってくれて、その時に声をかけてくれたのかな。やりたかったのこれ。体感してみてください。そうですよね。しっかり見てみないと分かんないし。見た。分かると思いますよね。ちなみに三上さんとか見られたことある。見てくれてます。通り過ぎる。整骨？まあ、じゃないの、腰が締められてうおーってなってる。そうそう。今からもうその姿を目撃してください。多分。なんかしっかりなんか挟まれる感じ。そうです。じゃ今から巻いていくんで、骨盤ですね。腰出っ張ってる部分を教えてください。はい。ですね、OK、ですか。では、巻いていきます。では、今から、今の骨盤が一気に立ちます。いきます。3、2、1、グッ。本当だあのね、骨が棒に上がってる。もっと伝えてあげてください、もっと。なんか、そう、あのね、そう、こうに上がってるから、こうに出、なんていうの、出る感じ。そうそうそう、ほんとそんな感じで、骨盤が寝てる状態から今立ってる状態になってます。すごい。それでめちゃめちゃ姿勢が今良くなってます。で、この状態で実験をいくつかしていきます。はい、じゃあ今、その場で足踏みをしてください。すごい今、足結構上げやすいかなと思うんですけど、この足踏み、僕がいいって言うまで絶対にやめないでください。はい、絶対ですよ、はい。絶対にやめないでくださいね。重たくなった重たくなった重たくなりましたよ。なった重たくなる。重力がずっと来たような感じになってると思うんですけど。体がこうに詰まってるのが軽い。そう、その通りで。なんでそうなってるかっていう。この骨盤がその寝てる状態から今立たせてる。これって骨盤が上にくっと上がってるので筋肉がつきやすくなってます。でこの足の付け根にある腸腰筋っていう筋肉、これに作用してすごい使いやすくなって上げやすくなって、ももがね楽になる。これやるあーしよっと、はい、2期100点じゃん。完璧でしたどうしたびっくりしました。ちゃんと腸腰筋の話と、そこの使いやすくなるっていう部分で、付け根から足が上がる、うんうん、完璧でしたね。成長してる2期が、さすがです。戦いの中で。来てます。いい感じ、いい感じ。ちょっとね、ちょっと締める位置下すぎる気もするけど。そうですね、付け根位置がこう腸骨梁という、この出っ張ってる骨があるんですよね。骨盤の骨っていうよりは、骨盤の上側にある骨が出っ張ってる。てっぺんにちょうど半分かけるぐらいの位置が、まあ、最初のメインに巻いてもらう位置ですね。だと最初になんかこう緩くこうペタって巻いたけど、うん、本当はこうふわっと巻いて、その後にこうギュッときつく締めるのもポイントですね、うん、その状態で最後のダメ押しをこの滑車の力でグーって締めるイメージでやるともうめちゃくちゃ締まる、うん、はい、はい、なんか止めたけど今のは褒めたシーンでした。いい止めでした。使いやすくなって上げやすくなる、ももがね楽になる。これやさらにこれ分かりやすい実験もいっぱいあります。もう一回、はい、一
と振らせますと。で、あのストラッチ両手持ってもらうんですか。そうです。で、あの前にですね、ストラップ式な、あのストラップバズクリップ式になってるんで、これピッピッと止めてもらってですね。そう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 。完璧です。で、この状態で体幹チェックを今からしていきます。はい、今から僕と同じようにこういう風に後ろを手組んでもらって、はい、で、かかとをつけてもらって、ちょっとつま先開いて OK です。うん、で、上半身リラックスしてください。はい、手だらんとしてください。はい、で、この状態で今から手のひら押しますので、開いてください。いきますよ。はい、3、2、1、グッ。今、思いっきり押しました。震えてた。力が入ってた。毎回そう。この状態、どんぐらいかけられたか覚えといてください。完全にじゃあ、ベルトを取ってきます。はい。じゃあ、第一人ね。さあ、もう一回同じポーズ、やってもらって。もう一回押します。はい、いきますよ。3、2、1、グッ。すごい。それぐらい体幹が今もう元の状態に戻ってしまって、うん、ベルトをつけてるとあの本当に一本の木になったような状態です、うんうん、あの足がここにくっついてる感じです。あ、完璧です。そう、根を張るような感じです、うん、だからこれが今ここのベルトの力なんですけど、うん、今から多分こう遊びに行かれますよね。歩き回ります。顔見切れてる。じゃあこの辺の口しか映ってない。骨盤のまま遊びに行きたくないですか。このその状態の骨盤のまま。なので今からそうできるように魔法かけます。独特な声かけするように。そしたら先に遊んで遊びたくないですか。そしたらこう突っ込むところがあると思うんですよ。回しにくいみたいな。ここですね、覚えていってください。大阪の撮影の時でもですね、ずーっと行ってます。覚えてください。そこです。OK です。そしたらいい骨盤で今から遊んでくないですか。さっき僕ベルトを腰に巻いたんですけど、今度お尻に巻きます。はい、危ない危ない、それは外れ外れだ。あー、ちょっと絶対絶対外れ、絶対前見て、2期見て、2ミリぐらいしか止まってないじゃん。逆によく止まってないこれ、お姉さんの服に止めてないいや、まあ、今一応保持してるから、うん、止まってるから絶対外れるとね。そうね、どれだけ今痩せてるスタイルいい人でも骨盤のやっぱサイズになるとまた骨のサイズとかになるので、私いつも S サイズの服着るとかでも M だったり L だったりも全然あります。はい、2期まだまだでした。まだまだです。全然まだ成長の伸びしろめちゃくちゃありました。はい、ちょっと嬉しい。骨盤持ってない。では今から巻いていきます。3、2、1、そうです。そうですちゃんとやるのが苦でしたね。じゃあ、巻いていきます。さあ、この状態でめっちゃ巻いてます。じゃあ、もう一回これ持ってもらって、で、あの、ピッと止めてください。なあ、しよっと。めっちゃ下手じゃん、ニキ。どうしたんですか。どうした急にさっき褒めたら、うん、褒めるのやめようかも厳しめていきますよそのなんか、ストラップのこう引っ張るこれ、もうこれ自体がちょっとエクステンションの役割みたいなことです。エクステンションというか、こういうことですね。そう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 。まあ、これによって外れにくくしてるっていう、外れにくさは分かるんですけど、うん、エクステンションなんで持ってないんだよっていう。てか、普通に L サイズでサイズ選びサイズ選びが、これ明らかにもうワンサイズ、大きめを選ぶべきですね。うん、多分 M を使ってるんで、L を使うべきですね。うん、じゃあ、この状態で僕と同じポーズを真似をしてください。ぐっと片足上げて。で、上げにくいと思うので頑張って上げて、下ろして、今度逆足、同じように。クロス。こんな感じで、ダンスです。この状態で、これ何してるかっていうと、骨盤今ぐるぐるっと、どんどん矯正して、元の位置に骨盤を戻してる動きをしてます。なので、これ大体10秒間ぐらいすると、はい、OK です。これで完全に骨盤は元の位置に戻りました。なあ、しよっとちょっとできちょっと投げましたね、今さっきのそのマザーに言ってた、多分こいつですね、これをちょっと完全に投げましたよ。一応商品なんよ、それ。そう、これうちの商品なのに、ね、ちょっと頼むよ。これは指導ですね。ちょっと元の位置に戻りました。すいません。あ、楽になった。すいません、ありがとうございます。だからこの状態で腰が軽い、完璧です。そしたら体幹チェックをしてるんですか。これですね、これを取ってもらって、はい、でもう一回変えてくださいね。いきますよ、3、2、1、グッ。あ、全然平気。よいしょ。面白い。
じゃあさっきよりも力入れてます。今体幹もバッチリ、今骨盤立った状態です。じゃあ肩回し、これやってみましょう。あ、全然平気。嘘じゃないよ。携帯いっぱい言ってるけど全然平気。嘘じゃないです。これなんでそうなってるか、あの骨盤を本当に今立たした状態のまんま骨盤も補正完了したんですけど、こうになってる感じがするもん。特に、ね、うん、肩回しの意味わかんないじゃないですか。なんで腰に巻いて骨盤元に戻したのに肩が回るのか、これっていうのが極端な話でいうと猫背になってもらって、こうやって立てるんですが、この状態で腕回してみてください。したら上がんないじゃないですか、あんまり。でこのままずっと戻して、そしたら上げたら回しやすいじゃないですか。この通りでもう姿勢を良くするとそれだけ可動域が上がるんですよ。この作用で今骨盤立たせて完璧な姿勢になってるんで、今肩回しやすくなってるっていう状態です。いやね、ほんとここがね、こうになってるのがね、自分で分かる。分かります。嘘じゃない、嘘じゃない。面白いよ。面白い、面白い。ほんとやらせたかって思われるんですよ。だけどこれ やってみたくて嬉しい。めっちゃ嬉しい。ほんとすごいよ。嘘かと思ったの。こんな感じでやってみて。おお。いや、面白い。ありがとうございます。いえいえ、あのこんな感じでは福岡から僕出張で、うん、あの路上体験。あ、これオンラインでしか売ってないんですよ。あのアマゾンさんでも買えるんですけど、保証つかないんですよ。うん、この直販サイトから買ってもらうと、この紐を絶対に切れない自信があるんですけど、万が一切れてしまった場合は3年間保証がつきます。それはアマゾンさんでないので、まあ、必ずここから貸していただくと思います。そうなんですね。ここがね、すごい楽。いや、本当におかしなくらい楽。おかしなくらい楽。でも本当に重たくて、昨日もマッサージ行ってきたばっかりだった。そのマッサージよりも効果があった。あった。わかりやすかった。ありがたい。もう本当はあの整体いらずって本当に言われてしまうぐらい効果あるんで。あー、しよっと。ダメ。これは言っちゃダメです。これ言い切ったらダメですね。整体いらずって言ったら整体というか整骨院、整形院、いろいろ専門の先生の声はもちろん大事、その施術とかをしながら整えてもらいながら、まあ、自分でもケアしたりサポートして、まあ、全部ですね、その先生に見てもらうのもそうだし、運動しましょう、ストレッチしましょう、全部していくことで良くなっていきますよっていうベルトなんで、何々いらずっていうことではないんです。はい、行くじゃないですか。その分の筋肉もったいないじゃないですか。これがもうさっきの動きだけで一発で終わっちゃう。そうですね。それはありますね。回数を減らすことは確かに。ぶっちゃけいくらでもいいんですよ。あのこの骨盤補正に関しては個人差はありますけど、大体半日持ちます。結構長い間持つ。もう1日 2,3 回でもしてもらえたら、結構1日完璧に動けると思います。だからもう座り仕事、デスクワークの方なんかもあの腰よりもちょっと上に巻いてもらうと、足組んでこう組んで座っちゃうじゃないですか。それがきつくなります。そうなんだよね。骨盤が戻ると足組むのが大変になるってよく言うんですね。だからそれぐらいあのしっかりといろんなところを補正できます。お腹にもめちゃめちゃ便利です。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。ありがとうございます。いい思い出になりましたね。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、いい回でしたね。いい回でしたね。あとさっきなんかニキが途中で言ってたあの保証の話。あ、保証、はい。そう、これあの直販サイトで、まあ、このチャンネルの URL にある概要欄にあるんですけど、直販サイトで買うと、2週間もう返品交換自由です。サイズ交換とかでも使った後でもこんな風に使用感があっても返品して大丈夫ですよっていうことをしてます。でかつこの、まあ、よくこの紐切れちゃわないか心配って言われるんですけど、もう普通に使ってたらもうどんだけ引っ張っても絶対切れることないんで、で万が一切れちゃったってなっても3年間直販サイトで買っていただいたら3年間何回でも新品の紐をお送りしますっていうことにしてます。なんでこの2週間もそう使った後でも交換とか返品 OK っていうことにしてるかっていうと、これちなみに送料も返送の送料もかかんないです。でなんでかっていうと、やっぱこの商品、まあ、今のこの動画の方のようにわーすごいねって気に入ってくださる人もいれば、まあ、中にはやっぱり閉まるけど自分に合わないかなっていう人も一部いると思います、うん、ざっくり体感1割ぐらい、うん、まあ、やっぱり体型とかの相性の問題でいるのかなと思ってて、うん、で買ったけどなんか嫌だって言って押し入れに直されるよりも、うん、本当にいいと思って愛用してほしいっていう気持ちが僕たちとしては強いんで、うん、まあ、そういうサービスを途中から導入しております。なのでぜひこう、ね、直販サイトで、購入して、まあ、まずお試しっていう感覚で使っていただければなと思っております、うん、お願いします。はい、ということで
腰締めに来た第9回でした。第9回。もう次でついに10回ですね。10回か。だいぶ成長したなと思わせてからの急降下すごかったね、今日。はい。はい、じゃあ次回も楽しみに見ていきましょう。はい。皆さん、またねー。またねこれ流行らすんですか？流行らす。絶対流行る。はい。信じろ。みんなでやり続けるんだ。継続ですね。ガドナベルトポーズ。いやいや。